にちは。スピリチュアルの女神です。サイレント期間の終了の前兆として一番有名なのはエンジェルナンバーです。エンジェルナンバーとはゾロ目の数字のこと。至るところでゾロ目を見かけるようになったらサイレント期間が終わりに近づいていると考えていいでしょう。特に1111はあなたの願いが叶う時ですという意味を持っていて、最強のエンジェルナンバーだと言われています。毎朝通勤途中に通る車のナンバーだったり、ふと時計を見た時の時間が11時11分だったりした場合にはかなり期待していいでしょう。またこうしたエンジェルナンバーは探しても意味はないと言われています。あなたに停滞期が早く終わってほしいという願望があるがためにナンバーを探してしまっていては見つけることができて当然です。本当に終了の前兆の時は意図していなくてもごく自然に目に入ってくるものなのです。また2525は統合の前兆、444は真実の愛の完成、222はツインレイの覚醒、8888は物語が次の章へ進むという意味がそれぞれあります。ふとした時にゾロ目を見かけることがあったら、それはサイレント期間の終わりのサインである可能性が高いです。チャンスを逃さないように慎重に行動していきましょう。サイレント期間の終わりのサイン、夢の中に彼がしょっちゅう出てくるようになったら、それはサイレント期間の終わりを意味しているかもしれません。夢にツインレイが現れるとき、魂の片割れがあなたに何かメッセージを伝えようとしているサインであると言われています。会えないからこそ相手の夢に出て思いを伝えようとしているのでしょう。そしてサイレント期間に彼が現れるとき、それはサイレント期間がもう間もなく終わることを意味しています。たとえ夢の中で喧嘩をしていても、険悪なムードで一緒にいなかったとしても、どんな内容の夢でも彼はあなたを求めあなたに会いたがっています。きっと近いうちに再会できるはずでしょう。サイレント期間が長く続くとどうしてもしんどいし苦しいし、彼を忘れられたらどんなに楽かと思うことがあるかもしれません。しかし元は一つの魂だった二人は永遠に離れられない運命にあるのです。彼が何度も夢に出てくるのはもうすぐ迎えに行くから忘れないでねというメッセージなのでしょう。サイレント期間が終わりに近づくサインとして大切にしていたものが壊れるという現象が起こる可能性があります。スピリチュアルの世界では、物が壊れることは次のステージへ進むとき、波動が変わるときだと言われています。サイレント期間中にあなたの大事にしていたものが壊れたということは、魂が成長を遂げ次に進むべき道が完成したというサインだと言えるでしょう。毎日持ち歩いているコンパクトミラーだったり、毎日つけているアクセサリーなど、あなたの気持ちがよりこもっている身近なものが壊れた時は、注意深くその後の変化を観察してください。また大切にしていたものをなくした場合も要チェック。大事なものがなくなることで、魂の片割れがあなたに何かを気づかせようとしています。サイレント期間中であれば、それは終了を告げるサインである可能性も高いです。前兆のサインは一つではなく複数起こることもあります。大事なものが壊れた多数アルファで奇妙なことが起こるとき、それはサイレント期間の終わりを確信してもいいです。
サイレント期間終了の前兆として、体調に変化が現れることがあります。程度の大小はあまり関係なく、風邪をひいたり、怪我をすることがあった場合には、それは停滞期が終わるサインかもしれません。それは、マッサージや鍼灸治療によく行く人は、経験があるかもしれませんが、手術をして、体の状態が良くなったことで、一時的に体調が悪化する、後天反応のようなもので、あなたの体に、ある変化が起こったことにより、その反動で、体調不良が出てしまう場合があるのです。怪我や風邪などのわかりやすい症状の他にも、やたらと眠かったり、毎日のように頭痛が起きたりするのも、何か大きな変化が起こる前兆だと考えていいでしょう。それらの症状がサイレント期間中に起きる場合、それは終わりが近づいている証拠です。それぞれの魂が覚醒し、次のステージへ進む準備ができたのでしょう。二つの魂が響き合い、共鳴し合っているため、大きな反動が体の不調となって現れるのです。大好きな彼が突然逃げ出して、自分のそばからいなくなってしまったら、誰だって戸惑い苦しむでしょう。しかし、二つの魂が統合するためには、停滞期、サイレント期間は、避けては通れないと言われています。ツインレイの最終目標は、愛。お互いの魂が未熟で、依存し合ったり、執着し合ったりしている状態では、真実の愛を証明することなどできません。離れ離れになった期間で、お互いが自分自身を見つめ、未熟さに気づき、成長することが必要不可欠なのです。しかし、ゴールがどこなのかもわからない、暗いトンネルの中を一人で走り続けるのは、ものすごく大変なこと。強靭なメンタルの持ち主でも、頑張り続けていたらいつか疲れて、心が折れてしまうでしょう。サイレント期間を最短で終わらせるためには、そればっかりにとらわれないことです。自分の好きなことを見つけたり、自然と触れ合ったりしながら楽しく、日常を送ることができれば、きっと自分のことをもっと好きになれます。自分を愛することができるようになったとき、真実の愛が何なのか、きっとわかるようになるはずです。サイレント期間を最短で終わらせたいと思ったら、まずは自分を愛するということです。まずは自分自身へ目を向け、自分で自分を愛してあげることが重要です。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、